Welcome to Think Tech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Miss Hanae Miura, master of naginata, traditional long sword, as well as kusarigama, sickles and chain. Miura-sensei has beenintroducing naginata tradition to Hawaii in 1960s and has been teaching to locals since then without charging any fees. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、日本の伝統武術、なぎなたと鎖鎌の師匠でいらっしゃる三浦花江先生をスタジオにお招きしています。花江先生、ありがとうございます。お忙しいところ、早速なんですが、はい、薙刀というのは昔からその御殿を守る女性たちの武術として伝えられてきたということなんですが、はいはい、先生はいつから薙刀の訓練をされているんですか？大体4歳くらいから。4歳、はい、4歳の時からこう大きいのを、はいはい、やってたんです。そうなんですか。と、ね、いうことはご両親がやられていたかなんかなんですか？いえ、そうじゃなくて、はい、その頃ちょっと水戸に養女に行きまして。水戸に養女に、はい、東京にいらしたんですか？それが水戸に行かれた、はいはいはい、それでお友達がないので毎日泣いていたそうです、はい、毎日泣いてた。帰りたいと言って、はい、で近所の方が幼稚園がないので道場へ連れてってくれた、はい、幼稚園の代わりに薙刀の道場に行っていた、はい、ええ、あ、そういうことなんですね。でそこにご宗家がおいでになって、はい、やっぱり2ヶ月か3ヶ月一度いらして、はい、で直接手ほどき受けました。そのご宗家というのはもともと薙刀のこう、もちろんそうです、伝統を受け継ぐ方たちなんですね。If you can show the first two pictures here. あ、これ先生おいくつぐらいの時なんでしょう？これはもう7歳くらいになってるんじゃないでしょうか。あ、でもちゃんとこう伝統的な、ね、訓練着を着て、で、ね、でこのヒュッと立ってるのはこれが薙刀ですね、はい、これは子供用なんですか、それとも大人の薙刀を使って？子供用に少し切りました。切って、はい、はで、この頃はその幼稚園が、まあ、これはもう少し大きくなっていらっしゃると思うんですけれど、ね、幼稚園がないしお友達がいないというところで、うん、ここで道場に行って、はい、一人で一人で、はい、はい、Can you show the next one? で、これはこれは東京に戻った時に、はい、これは宗家の、次女ですけれど、はい、天才なんです。天才の先生、技の出し方、はい、はあ、うん、組み合わせ方、はい、姿勢、はい、もう他の道場の先生もこの先生のデモンストレーションを見たくて、はい、武道館に集まるくらいです。キリッとしてらっしゃいますよね。この先生なんとおっしゃる宗家の方？島田先生、島田照子先生、照子先生とおっしゃることだったんですね、はい、Thank you very much。でそれで先生はその、まあ、水戸っていうのは武術がとても盛んな場所ですよね、はいはいはい、そうです。でそこでやっぱり薙刀を道場でもそんな小さい時からやられていたということで、はい、ずっと続けられたんですか？そうです、ずっと続けてます、うん、でその、まあ、大人になってからも薙刀をして、でその日本でやっていた薙刀がどうやってこのハワイに来ることになったんでしょう？それは東京オリンピックの時に、はい、オランダが日本を破って柔道で1位になったんです、はい、1964年の東京オリンピックですね、はい、その後に、うん、他にも日本には武道があるということを向こうの人が分かって、あ、それでぜひ向こうでデモンストレーションしてほしいというのを、向こうというのはオランダです。オランダで、はい、はい、いわゆる私はですからオランダのヘイシング村と呼ばれているところまで行ってきたんです、はい、そのヘイシングさんという人がオランダ人で、ね、はい、その日本で柔道で、で東京オリンピックで1位になったんです。金メダルを取ったわけですね。そうですね。でそれでオランダの人が、ね、いやその柔道だけじゃなくて、ね、
他にも武術があるらしいと、でこうそれを紹介しに、オランダまで来てくれないかと、はい、そういう話になったんですか。そういうことで、そこで日本大使館でいろんな面接とお話があって、はいはい、その後男の子で東京の体育館の体育大学の生徒2人と女では私3人で通訳なしということで、はいはい、通訳なし、はい、それでオランダまで行ってきました。なるほど。 If you can show the picture of the airplane、 これがですね、これがそうです、はいはい、その男の子っていう大学生なんですか。大学生の。じゃあこの2人もなぎなたをやってらした方ですか。いえ、この方は剣道だけ。剣道、はい、あ、じゃあ柔道ではなくて剣道と、うん、剣道の名士です。はい、なぎなたの先生がこの KLM と出ています。オランダ国ですよね、はい、そうですね、はい、それにこれからこれ羽田ですか。そうですね、はい、いらっしゃるところですね、はい、はい、Next one、これは何をしてました。これはオランダに着いた時に、はい、飛行機を降りてからすぐちょっとデモンストレーションしてほしいと言われまして、はい、飛行機の中で着替えて、はい、それで降りてそこでやったわけです。なるほど、ね、じゃあもう飛行機の中で準備をして、はい、剣道着着たり、これは先生は何を着てらっしゃるんですか。稽古着ですね。稽古着と、はい、同意です。着替えて、着替えて、でその形、その姿で飛行機からこう出てきて、出てきて、でそこでやりなさいと、やりなさいでその時のこと覚えてらっしゃいます。覚えてます。どうでした。でこの新聞、この写真だけがオランダの新聞全部に出るんです、はい、同じ新絵が、はい、これがですね、この写真が、はい、ですからタクシーに乗っても、はい、やっとだって言われ、やっと、やっと、うん、やっとって、日本でも昔やっとって言いましたよね、気合いのことを。あ、やっと、うん、やっとの先生、はい、向こうでもやっとやってるって言われて、でその剣道のことをやっとって言ったんですか。じゃなくて気合がきっとそういうふうに聞こえたのかも。気合がやっとに聞こえませんけどね、うん、えいやで、はい、あ、えいや、やっとっていう感じですねなるほど。でそれがそのオランダ中の新聞に出て、はい、タクシーに乗ってもやっとが来たみたいな感じですね。そういうこと。でオランダではどこで何をされたんですか。オランダ あのヘイシング村という村まで行ってきました。ヘイシング村という村があったんですね、はい、それは本当にその村かどうかわからないんですけれど、はい、行きましたら町中がヘイシングの名前なんです。あ、皆さんヘイシングさんで、はい、だからお店もヘイシングドレスメーカーとか、はい、ヘイシングサービスステーションとか、はい、ヘイシングストリート、全部ヘイシング一色でした。本当にヘイシング村に行っちゃったんですね。本当に嬉しかったんでしょうね。あ、じゃあもともとあった名前がもうみんなヘイシングに変わっちゃったんですね。全部そうです。あ、もう、うん、国際的に柔道で金メダルを取ったと、そういう人を、まあ、こう耐えて、はい、でそこに先生が日本の武術を持っていったわけですね、はい、そこはどのぐらいいらっしゃったんですか。だいたい1週間か10日くらいです、ええ、で行く先々で剣道をしたりやりました。なぎなたも、ええ、鎖が大きいトラックの横を開けて、はい、そこに特別のステージをこしらえて、はい、そこでやりました。はあ、ですからオランダの兵隊さん、それからフランスから兵隊さんたちまでも見えてましたね、はい、見に来たんですか、はい、なるほど。もうすっかりじゃあ有名になられたというか。珍しいんです。特に女性がね、いらっしゃったということで、気合かけるとやっぱりね、はい、びっくりするんじゃないですか。やっぱそのやっとじゃないですけど、いやって言ったんですね、なるほど。頑張ったわけです。頑張ったんですね、はい、おいくつぐらいの時にいらっしゃってました。まだ二十歳ちょっと終わり頃じゃないでしょうかね、うん、でもその二人の学生さんは若いからお姉様みたいな感じでいたわけですねで日本に帰ってらしたってどうなったんですか。その後、はい、そういう新聞を、はい、ハワイの商工会議所の藤川さんという、はい、あの桜祭りのイベントの係をやってた方が、はい、日本まで訪ねてらしたんです。先生のお宅までですか、はいはい、でもそれはそのアパートまでいらしたけど、はい、真っ黒い顔だったのでね、はい、ドア開けた途端に私閉めたんです、怖くて、はい、真っ黒な方がハワイから来ちゃったんですね、うん、日本語がちょっと
あのハワイの日本語でしょ。はい。で閉めちゃったんですね。変な人が来ちゃった。はあ、あんたがかーいみたいな。あ、ちょっと広島弁も入っているような感じで。それで桜松に来てほしいと言われて。はい、あ、そこで日本ハワイの日本のこの商工会会議所の方が。うんうん、招待にいらしたわけですね、わざわざ。私は招待だと思ったんです。はい、じゃなかったですか。金はねえでって。金はねえで自分で払って来てくれって言われて。自分で来てくださいと。こちらの商工会議所の人にね。はい、うん、で金はねえでって言われても言っちゃったんですか。あの先生方は断念したんです。うん、まあ、その頃やっぱり飛行機代高いですよね、はい、それであなた一人でも相手がいると思ってやりなさいって言われて。あ、一人でデモンストレーションするときに相手がいないわけですね、ええ、ハワイに行っても、ええ、で先生一人いらっしゃった。一人で来ました。でじゃあその金はねえでなのでご自分でお支払いになっていたんですか、ええ、でそれをやったときに、はい、当時ハワイタイムズという、日英両国の新聞があって、はい、そこの社員が日本で学校でやったので、はい、ぜひやりたい、続けてほしいという希望が、はい、その時 4,5 人も出たんです。なるほど、はい、それでもう泣きながらね、寂しくて、はい、うん、でその方たちが泣きながら先生のところに来て、ぜひ私たちに教えてほしいと、ですからその時にはもうビザの許す限り前の日まで公園でやりました、はい、公園でその泣きなたを教えられた、ちょっとここで写真を Can you show the、next one? これですね。そうです、はい、この方たちはどういう方たちなんですか。当時ハワイタイムズに働いてらしたと思います。この方たち、はいはい、これ日本人ですかね。日系人の方たち。日系人です。先生はこの画面を向かって右側にいらっしゃいますね。はい、でその一人でいらっしゃって、はい、で新聞を見た方たちに頼まれて、はい、飛行機が出る前まで、はい、やってました。ずっとその薙刀を。これ皆さん薙刀持ってらっしゃいますけど、いや私が持ってきた。持ってきたんですか、はい、この長いやつを飛行機に乗せて、はい、はあ、でこの方たちは今でも続けてらっしゃるんですか。半分お一人くらいはですけど、あとの方はもう亡くなってます。亡くなってらっしゃる、ああそういうふうな、まあ、熱心な、日本にいた時に薙刀を勉強したと、はい、ぜひ続けたいけど先生がハワイにはいないと、そういう事情で続けられて教えるようになったと、そういうことですか。そうですね、うん、でそれはこれは大体何年ぐらいの話ですかね。オランダ行って次の年です。ということは1960年代の後半ですか。そうですね、で先生はそのハワイに戻ってできて何度もっていうのはビザが3ヶ月くらいですから、はい、その3ヶ月みっしりやって、はい、ビザが切れると日本に帰り、はい、働いてまた来る、それを続けていたんです。それを、はい、大変でしょうと気がついたのが、はい、スパーキー松永さん。スパーキー松永、これ上院議員ですね。そうですね、はいはい、でワシントンからお手紙いただきまして、はい、でスポンサーするので、はい、ここでおやりになれませんかという。ここでというのはハワイで、ハワイで、うん、でそれをお受けして、はい、その恩があるので私は月謝は今でもいただけません。はあ、ということはその上院議員の方が先生の活動を見ていらっしゃって、うん、日系人の方に伝統武術を教えてくださるんであれば、うん、ビザのスポンサーをしますよと、で先生としてはそういうことをしていただいたので、うん、でもその生徒さんからはお金を、はい、もちろん未だにいただいてますね、うん、先生はあの50年間ですがですよね。そうですね、もう一度もあの生徒さんから月謝を取られたことがない。で それでも運営はいろいろかかるわけですよね。それはでも薙刀とか袴とかは日本に行って、はい、そういう時にみんなにどうぞハワイのためにあの古着でいいですからあの寄付してくださいと。でその寄付をいただいた、はい、あのまあ、古着ですけどね、はいはい、それを全部持ってきてます。はだそれを未だに直したり洗ったり。未だにですか。はい、じゃあこの続きはですね、ちょっとお休みをいただきまして、はい、後半にあの続けておき
きしたいと思います。We're going to take a short break here and we'll be right back. Stay tuned.Hi, I'm Bill Sharp, host of Asian Review here on ThinkTech Hawaii. Join me every Monday afternoon from 5 to 5:30 Hawaii Standard Time for an insightful discussion of contemporary Asian affairs. There's so much to discuss, and the guests that we have are very, very well informed. Just think, we have the upcoming negotiation between President Trump and Kim Jong-un, the possibility of Xi Jinping, the leader of China, remaining in power forever. We'll see you then.Aloha, I'm Wendy Lowe, and I'm coming to you every other Tuesday at 2 o'clock live from ThinkTech Hawaii. And on our show, we talk about taking your health back. And what does that mean? It means mind, body, and soul. Anything you can do that makes your body healthier and happier is what we're going to be talking about. Whether it's spiritual health, mental health, fascia health, beautiful smile health, whatever it means, let's take healthy back. Aloha.We're back from break. I am Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Ms. Hanae Miura, Naginata Master. ライブでお届けしております。ThinkTech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日はハワイで、長い間伝統武術であるナギナタを教えてこられた三浦花江先生にお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。はい、で、先ほど あのブレイクの前に、はい、スパーキー松永さんにビザをスポンサーして、でもその度に先生はじゃあお家に日本に帰らなくてもよくなったんですね。そういうことです、うん、そうすると落ち着いてもここに住まわれて働くこともできますし、ね、働くこともできる、でもそのお月謝を取らないで教えてるっていうことは生活費もかかりますよね。2つも3つも仕事を持ちました。2つも3つも、どういうことをされてその生活を支えられたんですか。ワイキキではだいたい宝石屋、昼間は宝石屋、宝石屋さん、はいはい、夜になったら、はい、キッチンヘルパーでも何でもやりました。なぎなたの師匠でいらっしゃる方が宝石を売りになったりキッチンヘルパーもなさったり、もうでもそれは大変なあれですよね。やっぱり日本では考えられない仕事ですよね。ことですよね、その日本のそのなぎなたの伝統なんですが、先生の、この歯っていうんですか、直心影流、はい、これはどういったなんていう流派っていうんでしょうか。約400年くらいの伝統があります。400年、はい、でなぎなた、そうですね、なぎなたは長いので、はい、どうやってお城の中でも触れるか、なぎなたを振る、はいはい、でまた相手にあんまり近いと刀のように、はい、女性ですから離れて戦えるか、はい、そういう術を生み出している流派です。なるほど、っていうことはやはりその刀 の、っていうのは男性がやられて、で女性はやはり相手と少し距離を持って、はい、ということでこの長いなぎなたを使う、はい、で先生もう一つやってらっしゃるのが鎖山、はい、これはなぎなたを終了しますと教えていただけるんです、はい、初めのうちは教えていただけませ ん、 というのは短いものの方が敵に入り込むので、入り込まれてしまうということですか。両方入り込んだり入り込まれたり、はい、近づくということですね、はいはい、危ないですから、はい、長いものができない限り短いものは教えていただけない。なるほど、ね、まずその相手と少し距離を持っても戦える技術を習得して、はい、そして鎖鎌の少し短めの方ですか、はい、で鎖っていうのは鎖がついているんですね。そうです。で それをどうするんですか。鎌っていうから鎌なんですか。やっぱり首にかけて切るとか。首にかけて切るんですか。はあ、受けるとかいろいろあるわ。なるほど、ね、じゃあここでちょっと写真を見せていただきたいと思います。 If you can show more pictures。 あ、これは一番左の先生が照子先生、はい、あ、先ほど見られてた宗家の次女です。で三浦先生は、画面の右から2番目にいらっしゃる、これは日本ですか。そうです、はい、で一番右に立ってらっしゃる男の方、はい、この先生が照子先生の一番弟子です。はあ、
当時男の方がやってるのは珍しかったですよね。じゃあ男性でも薙刀をされていた方がいらっしゃったということですね。まあ珍しく1人か2人だったと思います。日本で1人か2人ですか。その当時ね。Okay, thank you. であとその男性がやるということなんですが、ハワイにいらっしゃって先ほどの写真だと女性ばっかりでしたけど、今の学あの生徒さんって言うんですか、男性が多い、男性あ多いんですか、男性の方が、はい、あそれはどういうふうな、やっぱりハワイスタイル、ハワイスタイルでそれはその伝統とは違うけれど先生がまあいいですよということで男性も、もう男性でも女性やりたい人はどなたでもっていうことですか、ね、やりたい人はどなたでも、うんはい、やはり日系の方が多いんですか。そうですね、あと白人もおりますけれど、はい、大体日系人が多いです。でそういう人たちが例えばその薙刀も剣道や柔道などのように段みたいなのあるんですか、うん、あります。そういう人は試験を受けたりするんですね。受けます。3段まではハワイで、3段過ぎると日本へ行って試験、はい、だから今一番上の方が4人おりますけど、はい、日本まで連れて行きました。はじゃあ日本に行ってその3段以上というんですか、はい、ダウンの試験を受けて、はい、そうするとその男性がハワイから来るっていうとちょっとみんな日本ではびっくりです。びっくりですよね、びっくりするんだ。でどうして男の方連れてらしたってでしょうね、はい、特にその女性の武術と考えられている薙刀をハワイでは男性もするらしいと、それはどうなんでしょう、日本ではこう受け入れられていることなんですか。今ではもう日本へ一緒に行きますと大もてです。あ大もてなんですね。こういう細かい技をよく男性がよく教えましたねと言われる。細かいというのはその女性ならではのできる技があるわけですか。あります、あります。それを男性もハワイでは先生に教えていただけたと、そういうことなんですか、じゃあ日本では今あまり男性の方は薙刀はやはり最近おります。最近いるんですか、結局あの剣道とか、はい、そういうものと比べて薙刀、は優雅なんです、動きが。あ、なるほどね、ですからあの日本ではもうはっきりと剣道に対して女性が薙刀、はい、ですからハワイへ初めてみんないらした時はエアポートでもうびっくりです。はあ、それはそのハワイの男性たちが日本に着いて、そこでみんながなぜ男性の薙刀の人が来たのみたいな、どうして男性が、はい、っていうか、はい、生徒です、そういうことなんですね、で技術もかなりこう日本の人より素晴らしいです。そうなんですか。素晴らしいです、はあ、で一緒に日本からいらした方、はい、それから日本へ連れてって、その道場に入ったらこんなにハワイの生徒がやるんで、皆さん見なさいこの日本ハワイの方をっていうくらいです。でも見本になるような感じで、そのハワイの男性の薙刀を見よっていう感じですね、でちょっとあの写真を見せていただきたいと思います、If you can show more pictures. これは最近ですね、鎖鎌ですね、はい、あ先生が鎖鎌をしてらっしゃる、はい、でこの右の方は木刀です。あ木刀で先生を、まあはい、襲 う, そうです、ね、デモンストレーションをしてるわけですね、はい、それは先生はその鎖鎌を持たれて、はい、阻止する感じですね、でこちらの右側に立ってらっしゃる方、この方たちもみんなお弟子さんですか。そうです。あもう何年ぐらいやってらっしゃる方なんですか。もう何十年ですね。何十年も、じゃあ最初の方からもう、そうです、それからやってます。じゃあもうまだ皆さん中年の方みたいですから、こう少年の時から、うん、そうです、はい、これも先生、そうなんです、鎖鎌ですね、はい、これで、まあ、阻止すると。でもこれは薙刀を習得した人でなければできない、勉強できない、で短いものの方が相手に入り込むので、はい、それだけ危険ですから。なるほどね、長いものが先です。はい、Can you show the last one? これ、あ、これも先生、そうです、あの薙刀ではないですね、はい、これは鎖鎌ですね、はい、これは最近ハワイでありました元年もの移民150年記念というところで、
三浦先生とお弟子さんの方々がデモンストレーションをした時のですね、はい、Thank you very much for the pictures、はい、じゃあですね、例えばこの番組を見てくださって、なぎなたちょっと私もやってみたいわと、またはその男性でですね、いや、やってみたいとか見てみたいとか、そういう方はどこに行ってどういうふうに先生を探してますか？マキキストリートの浄土真宗です。浄土真宗のお寺ですか？お寺の中をお借りしてます。あ、なるほど、うん、それは決まった日にやってらっしゃるんですか？土曜日の午後です。土曜日の午後、はい、毎週ですか？毎週です。で、先生まだ お稽古をつけてらっしゃるんですか？もちろん、はいはいはい、ということで、もしご興味がある方で、まあ、ちょっと参観に行きたいとか、興味があるのでもっと学びたいという方は、マキキの浄土真宗のなんていうお寺ですか？浄土真宗というお寺。浄土真宗というお寺ですか、うん、はい、じゃあそのお寺に、マキキというのはハオノルルの一部にあるところですが、そこに行っていただければ先生のお稽古をつけてらっしゃるところを見ることができるところですね、はい、で先生、まあ、こう長年やってらしてですね、まだまだこれからどんどん続けになると思うんですけれど、はい、何かこれからやってみたいとか、希望とか、夢とかっていうのはおありなんですか？夢にしてはちょっと時間がなさすぎるんですけど、いや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 、はい、でもできるだけ細かい技をね、はい、残したいと思います。技を残していきたい、はいはい、そうするともっとお弟子さんが、うん、結局日本へ行って日本の方とやっても恥じないくらいの技は磨きたいと思います、ね、はい、ということで先生はもう50年近く以上ですか、はい、ずっと教えていらっしゃるで、まだまだこの細かい技を皆さんに伝えていきたいという希望を持って活動していらっしゃいます。また興味のある方は先ほど申し上げた浄土真宗の聞きにあるそうです。土曜日の午後練習をしているそうですので、ご連絡をください。それではお時間が来たようです。花江先生、今日は大変興味深いお話をありがとうございました。ありがとうございました。とても素敵な、ハワイではなかなか見れない紋付き袴なんですけど、ちょっと感激してますけど私は、はい。Okay, we are out of time. Thank you so much for coming, Ms. Hanae Miura. Stay tuned for more shows in Japanese. And thank you all for watching Think Tech Hawaii. I am Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.